だ俺の周りにも、俺はよく行くさ、まあ、ここんとこ行ってねえけど、居酒屋があるんだよ。そこのお客さんでも、でんちゃり、かっぱられた人、何人もいるもんな。お客さんにお金借りれなかったんですか？いやいや、貸してくれとは言ってないけどな。クリ、お茶でありがとうっす。連発ありがとうっす。おだっす。ゆうちゃん出してくれるでしょうじゃなくて、そういう問題じゃないんだよ。甲子園の100回記念ボロを10万で売る時が来ましたね。そっちかい。売り方が分かんねえ。売れそうなもん、パスソーラの直結みたいなもんかな。 あ、ゲンチャリの、佐野さんのノースペースを買いたいです。あ、だってじゃん、お茶店ありがとう。ノースペース？俺のノースペースってどのノースペースよ？服のこと言ってんの？ああ、あるよ。あんなの、いや、ずんだはやめとけちゃうんよ。あんなのよ、普通に伊達ちゃんよ、ネットで、買えるよ。ああ、そう。だから、これから出てくるよ、また。秋冬もんで。で、出てくる、出てくる。ノスフェマニアっていうのがいるから、売れるものはババババババって売れちゃうんだよ。だから新品買った方がいいよ。特に服は。一番高く売れそうなの電池ありですか？いや、カバンが売れそうな気がするけどな。多分。
チャンマンズバーのグラスが現実的かも。それ2500円じゃないか、1個売ったって。もうねえんだよ、あんまり。俺持ってねえの。もう在庫がないの、あんまり。バーブルス、お疲れ様です。夏はね、これ軽いしね、あとこれ速乾素材だから、さらっとしてるんだよ。質屋、質屋っていうか、あのブランドの買い取りがあるんだよ。うん。でもさ、持ってってさ、持ってったら相手のいい値で、いや、その値段だったらいいですって持って帰るのもみっともねえじゃん。だからな、デサントは長持ちするよ。もう、うん、と思って買ってるけどね。でもね、烏山ね、そんなね、ブランドのね、買い取りショップ、いろんなとこ回っても、ほとんど値段の差はないよ。うん。売れ筋のものと売れ筋じゃないものがあるから。いや、7万はしないって。うん、中にはマニアが買いそうな気もしないでもないけど、うん、例えば自分の子供がさ、甲子園にその100回記念大会にクロームハーツはいい値段だね。これね、菊池ね、これぶっちゃけ言っていい、あれ俺なくしてんだよ。なくしてんの。記憶にねえんだけどな。ああ。高いもん持ち歩かない方がいい。おお。おかしいなって、それも、うん。その時です、ジョン。はい。記憶がない。うん、まあしゃあねえな。うん、やられましたね。まあやられたかどうかわかんないけど、うん、だからダブル ID なくしたの、なくしたよ。うん。傍若はそういうことはしないよ。あの子はそういうことはしない。人のもん、フェイってふざけてやるけど、ちゃんとこそって戻す人だから。
違うんだよ。俺ポッケに入れてたんだよ。うん。で、お警察官2人に起こされたの。ラウンド1の前で、千日の。で、足すりむいて血だらけになってんじゃん。でどうしたら大丈夫かって、物お前全部あるかって言ったら、あ、金がねえって言ったんだけど、いくらだって言って、まあ、大体38ぐらいかな。まあ、もうそんなん出てこねえぞって、あれ財布かって言ったら、あ、違う、財布じゃの方には入れてなかったって。財布はバッグに入れてたから。で、バッグは持ってかれてねえんだよ。俺、腕にこうやってはめて、こうやってひっくり返って寝てたから。ひっくり返って寝た時にこの脇に出てたんじゃねえの、俺の半ズボンのこっから。うん。俺たまに路上で寝てる時あるからね、酔っ払ったら。うん。サングラスも高く売れそう。いやいや、あのもう中古は高くなんか売れないよ。もう1万円もいかないよ。4、5千円の話で。4、5千円で買い取ってもらって、それを1万2000円ぐらいで売るんだろ。あたおか大地こんばんは。まあ、限定のやつだとちょっと高いかもしれないけど、うん。まあ、でも飲んでるよ。俺の持ってるのは基本全部限定のばっかだから、まあわかんねえけどな。そういうのに鑑定っていうか持ってって見てもらったことが俺一度もないから。でも今は一番お気に入りはこれだからね。うん、これ楽でいいんだよ。昼間は色が黒くなって、夜は色が薄くなる。調光レンズって言って、紫外線に当たるか当たんないかで、あのレンズの色が変わるやつ。で、表昼間歩いてる時は結構ガッてグレーが出て、夜はもうほとんど色ついてないぐらいになる。ディジオさん、こんにちは。しかもこれはガラスレンズだから、プラレンじゃないから、プラスチックレンズじゃないから、あのいがみがないんだよ。あの、あ、目の悪い人が、あの、わかると思うけど、メガネってさ、どつきでもそうなんだけど、プラスチックレンズって歪むだろ。
でもガラスレンズってパチンって歪まないだろ、視界が。それと一緒、サングラスも。翔太郎ちゃん、お疲れです。数万になるのでは。ああ、なるかな。まあ、はい、バニラ、こんばんは。お茶とありがとうございます。おろす。まあ、もうこういうミスはしないようにしないとな。収益の時はもう一もうギリギリまではやめる。俺はもう気がついたら先に申請出す。で、酒飲みながら物は食わないんだと言いながらファミからの塩を3個買ってきた。これ意外とうまいんだよ。何？判断がいねえよ。たらこ、そんなことやったら大変。15ちゃってありがとう。そんなことやったら通報されてもええ、ろくなことになんねえべや。パクられたのか落としたのか、もうそれさえも覚えてねえもん。最後の焼き鳥屋のハイボール4杯がな、効いたな。そこまでは俺多分4杯ぐらい飲んでんだよ、このジョッキのガチッとしたやつ。あれだな、酔っ払って道に寝ないのが一番。もちろんもちろん。でもよ、金融よ、酔っ払ってよ、夏暑い時よ、コンクリートとかアスファルトの冷たいの気持ちいいんだよな。わかる？警察に起こされたの、じじいを。猫かよじゃねえよ。警察に起こされたの。で、なんかなくなったもんとかあるかとかどうのこうのとか言ったけど、金がねえっつったけど、もう俺も札に名前書いてねえからなっつって、もし出るわけねえだろってなのって言ったら、お巡りも難しいなーっつって、一応被害届出すかって、そんなの届けるやついねえよって、届けるぐらいだったら取らねえよ。クソばい、こんにちは。
そこがな、事情な。よっぽか、俺を暴行してな、金かっぱらってったりすれば防犯カメラ警察も調べてくれるよ。な、俺のポッケからちょろっと引っ張って抜いてったのなんて映ってたって、そこまで調べねえよ。おまわりちゃんは、うん、ミート君、お茶店ありがとう。まあ街中に防犯カメラなんていくらでもあるから、何かしらはそこを調べればわかるんだろうけどな。それは警察は事件ありと見て捜査に入るのか、いやお前落としたんじゃねえのかっていうふうになった場合に、あまり捜査する気はないよ。うん、だってさ、単純にさ、じゃあ財布に金入れてた。で、酔っ払って寝てた。ね、で大回り来て「大丈夫かお前」っつって「なんかなくなってんのねえか、ああ財布がない」って言って「お前落としたんじゃねえのかそれ」って言われて、「いやポッケに入れてたんだけど」って「どこ歩いてきたんだ」って、「いや覚えてねえ、まあ、お前が落としたんじゃねえのかよ」って。本当にそこに入ってたのか、いやあんまり覚えてねえなってなったらもうアウト。うん。もうさ、だって事情、もう俺まだベロンベロンなんだよ、起こされて。で、じゃあ今から警察署行って被害届書くかって言われて、もういいっすわってなるよ。足も血だらけだし、うん、だべ。そりゃそうだよ。タルちゃん、お手伝いありがとう。おどす。まあ、何が悪いって俺が悪いだけなんだ。うん、あ、もうだいぶ経ってるからな。8月の話だからな、それ。8月？うん、の後半ぐらいの話だからね。で、なんで俺がそんなに持ってたかっつったら、俺その時ね、
記録を見ると俺諭吉とかとキャンプの話がでじゃあ行くのは分かった分かったって言ってて、俺それの頭があってキャンプ行くためのなんか足りないもんがあったらあれだからっていうんで買うのに口座から20万円下ろしてんだよ。その下ろす前に財布には18入ってたんだよ。で38なんだよ。うん。でその時あのあれだよ、あの履いてたパンツがケツポケがないあの白のあのそれこそデサントのムーブのパンツだったの。だから財布はバッグ入れて、でその後焼き鳥屋で行って生銭をポッケに入れてたの。だから財布はセーフティーなんだよ。うん。カッパさんコンテありがとう。でもよ逆に考えたらよ、財布はあってよかったよ。もうよキャッシュカードとかまた申請しなきゃなんねえし、うん、手間がかかるだろう。カッパちゃんグッズありがとう。おどす。なんかな、どんなっちゃな、酔っ払って寝てるおっさんとかあんちゃんに大丈夫かよとか言いながらなんかポケまさぐるパターンもあるからな。うん、実際だって俺起きた時に砂利線が俺の寝てる横にジャラジャラこぼれてた。うん、俺財布には砂利線絶対入れないし、うん、佐野さん駅な溢れてますよ。駅って何やねん駅な。うん、あ腹痛いな。一回だけトイレ行ってきていい？もう一回。カッパさんありがとう。何駅な溢れてますよ。いや駅で寝てる人、ああまだ今の時期はいいんじゃないの。ちょっとトイレ行ってくるわ。